7番にお願いします。質問に先立ってですが、私は今回で、6期目の議会活動になります。同期には山口議員、広文議員3人がおられるわけですが、今回はですね、新人の議員が5人いらっしゃってですね、本日もこう活発な議論が展開されました。私は過去2回を除いてはですね、毎議会で一般質問を続けてまいりました。どうか皆さんもですね、一般質問をしてですね、堂々と執行部と渡り合ってですね、まあ、恥もかき汗もかいてですね、やっぱり町づくりのために貢献していただきたいということを最初申し述べて質問に入ります。今回は3点ですが、水野議員も質問しておりましたが、安出対策についてです。一時鳴りを潜めていた安出が、一昨年あたりから発生が目立ってきました。まあ、今年は昨年に比して、激増してきました。1、全島的な発生の分布状況と、それに対する対応はどのようになっていますか。2、都道215号線神田永郷方面の山川擁壁にびっしり見られますが、放任状態です。除草、清掃、駆除など予算措置を含めて、これは都がやるべきではないかというふうに思いますが、そこらあたりのお考えはいかがでしょう。から2点目、タクシーチケット制や乗り合いタクシーの施策導入についてでございます。これ丸1、車を持たない人、新商社や高齢者ですね、または免許証返済者等の交通弱者に対する足の確保対策として、上記の施策を導入している自治体がありますが、その実態調査及び把握ができますか。丸2、表題の施策の導入にあたっての手順や対応の検討を図ってほしいが、どう思いますか。3番目、この医療改革の問題ですが、まあ、これはですね、まあ、消費税とこう一体改革で、進めるというですね、まあ、社会保障制度改革プログラムというのがあるわけですが、まあ、その中でですね、その医療分野についての質問ということになります。で、医療改革の現代化と地域医療への影響、八丈町への地域医療への影響はどうなるのかということです。まあ、社会保障税一体化改革路線の下で、骨太の方針2014を閣議決定いたしました。一体改革路線を一層進めるのが医療介護総合法で、患者負担増と給付削減など医療費抑制施策が中身となっています。この法律によって八丈町の地域医療にはどのような影響が及ぶのかということでございます。これはですね、9月にも質問したわけなんですが、まあ、政府は2025年問題といってですね、まあ、団塊の世代が75歳になると、いまだかってない超高齢化社会になると、まあ、そのために医療介護年金などあらゆる分野で給付削減負担増が必要との宣伝をしております。で、この制度改正にですね、
地域からどう立ち向かうかという観点から、9月議会では介護問題について国の施策の批判と暴露を行ってですね、八丈町民は住民を守る防波堤の役割を果たすべきだという観点から質問したわけですが、今回は医療の分野について質問いたします。丸一としてですね、2025年度構想で入院病床、これ35万と書いてるんですが、これは数字の間違いでですね、43万床減少を見込んでいるんですね。ですから35じゃなく43万床の減少、これの問題点でございます。でこれがですね、八丈島にもこう及んでくるのかということなんですね。これ国の法律ではあるんだけれども、それが当八丈病院にですね、どのようにこう及んでいくかという観点からの質問です。から丸二としてですね、公立病院改革プラン、これは自治体病院に対する改革であるとか、あるいはガイドラインというものが敷かれているわけなんだけれども、それがですね、八丈の病院にはどう影響が及ぶかという観点です。それから丸三として、都道府県の計画、これは医療費抑制計画と言われているわけだけれども、これがですね、東京都はじゃあどのように計画を立てていてですね、これが八丈の病院にはどう及んでいくのかということです。で以上の1、2、3からですね、多額の八丈を抱える八丈町の病院というものはですね、どういう扱いを受けるのかと、これは存続できるのかどうなのかということです。そういう立場からですね、病院当局が考えていることをですね、述べてほしいというふうに思います。以上です。住民課長。はい、課長。はい、私はですね、7番菊池睦夫議員の3項目中1項目目の野生に関する質問についてお答えいたします。まず町の発生状況につきましては、13番水野議員の一般質問でお答えしたものと重複いたしますが、本年度は残念ながら野生の生息環境についてダメージを与える天候とならず、島内39箇所を定点調査した結果、11月中旬時点で昨年より多く見られ、西吉地域や大加護の西見神田、大雑地区には大量発生し、住民配布用のコイレットの申請も昨年の3倍以上のペースとなってございます。町としても殺虫剤の配布のほか、発生源対策を大加護英語地区で実施して対応しておりますが、殺虫剤であることから全島一斉に使用できるわけではないことは先ほども申し上げたところでございます。また都道上の野生の駆除についてのお尋ねでございますが、都道ですので市長にお問い合わせしたところ、都道上に出現した野生については走行車両の安全確保等の観点から市長が清掃作業を行っている、しかしながら山中から次から次へと湧いてくる野生に対し清掃作業が追いついていないのが実情である。このため市庁内では新たに職員で構成する特別清掃班を組織し、都道の清掃体制を強化して迅速に対応していくとの回答を得ております。都道帯町施設において野生の大量発生を発見された場合、市庁土木課、町環境係に連絡くだされば対応してまいります。以上で1項目目の回答となります。福祉健康課長。はい、課長。私は7番議員菊池睦夫議員の2番目の質問に答えさせていただきます。
7番議員からは、交通弱者に対する施策の充実ということで、このタクシーチケットについて、昨年の9月議会でご質問を受けております。その時の回答といたしましては、現行の補助制度および各民間のサービスの現状を述べさせていただき、交通弱者に対する取り組みは、自助、共助、公助の整理が必要であり、地域事業者を巻き込んだ地域力の向上が不可欠であると申し上げております。その上で、社会保障制度改革が行われていようとしている現在、その改正により八丈町の住民の方にどのような影響が出てくるのかを見極めながら、限りある八丈町財政において予算組みをしている中、課題の一つとして考えてまいりたいという回答をいたしております。さて、議員質問の他の自治体の実態調査および把握については、障害者の方を対象にタクシー券を配布している自治体はですね、現在多数あります。ただし、高齢者外出支援事業として、ある一定の条件のもと助成をしている自治体は、そんなに多くはないということは申し上げておきますが、一部、紹介させていただきます。問題はですね、そのタクシーチケットを配る対象者を、どう絞っていくのかというものがあります。一番多いのが、介護認定を受け、介護度1から5の方を対象とするもの、あとは年齢要件、これいろいろあるんですが、65歳以上から70歳以上、また75歳以上という、いろいろその自治体によって変わってきます。あと世帯要件、大体多いのは、世帯全員がですね、高齢者であるという要件がございます。あとは自動車の所有の有無、あと市町村民税非課税など、これらを組み合わせて対象者を決めているところが多いということでございます。変わったところでは、本当にその人がタクシーチケット必要なのかということで、民生委員の意見書を求める自治体もあります。あとは最寄りのバス停までの距離が500メートル以上なければいけないとかですね、いろんな条件をつけている自治体がございます。助成の中身につきましては、例えば宮城県の川崎町のように、月400円のタクシー券を2枚配布する、年間、24枚ということですが、金額にすると9600円ですか。そういうところがあります。変わったところでは富山市、これではお出かけタクシー券として、これは本当にタクシーを使う方、みんなにばらまくんではなくて、本当にタクシーを使われる方が5000円のタクシー券を自分で購入しますけれども、このうちその5000円のタクシー券を3500円出して購入します。それで1000円分はその市が持つ、あと500円、この1割ですね、これはタクシー業者が持つという形を取っているところもございます。平均的にはですね、年間だいたい1万円から1万2000円ぐらいのタクシー券を助成している自治体が多いように感じております。そういうことで、いろいろこの辺は考えていかなければならないと思いますが、この辺で八丈町としては将来的にですけれども、どういう形でこれを導入していくのかというのは考えていかなければならない。次に、施策の導入にあたっての手順や対応の検討を図ってほしいがどう思うかというご質問ですが、対象者や、先ほども言いました助成金の設定の金額の問題、あとは住民の方のニーズの把握、どれぐらいいらっしゃるのかということですね。あと契約業者、これはタクシーとですね、契約関係を結ばなければいけませんので、タクシー全部の業者がですね、契約できるとは限りませんので、その辺の問題があります。あとは住民間の公平性、これ一部で言われてるんですが、タクシー券をただ配布してるんではなくて、同じ負担で利用できるべきだというご意見もございます。例えば初乗り運賃以外は全部町が負担するとか、これは非常に難しいですけれども、そういうご意見もございますので、そういう問題があります。
あとは、先ほども言ったように交通弱者でございますから、高齢者だけとは限りません。障害者の方に対する助成と、これも一緒に検討していければならない。ということで、クリアしなければならない課題が多々あります。ということで、すぐの対応は今、町ははっきり言ってできませんけれども、これからの課題の一つとして考えてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。以上で回答とさせていただきます。はい、事務長。7番議員の3点目の質問にお答えします。団塊世代が後期高齢者となる2025年問題や将来の人口減を見据え医療や介護のあり方を見直そうということで6月18日に地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律が成立をしております。医療分野においては病院の機能分担の見直しが柱となっております。高度急性期、一般急性期、回復期、慢性期の病床が地域にどれだけ必要かを調査し、都道府県が来年度ですね、地域医療構想ビジョンを定めるようになっておりまして、必要量を超える病床は他の機能の病床に転換させていくものとなっております。八丈病院は今のところ一般急性期と回復期の病床に該当すると思われますが、一つ目の質問のように病床数が減少すると病院の経営に大きな影響がありますので、町としては現在の病床数は維持していきたいと考えております。二つ目の経営改革プランにつきましては、平成24年度から3年間町立八丈病院経営改革プランというものを策定しておりますが、大きなところでは電子カルテシステムを導入し院外処方による医薬分業を図っております。また地域包括ケア病床を導入し病床機能の転換を行っております。ほとんどの項目において取り組みが行われておりますが、依然として厳しい経営状況が続いております。また3つ目の医療費の抑制計画については東京都に確認をしたところ、今の段階ではまだわからないという回答をいただいております。病院の存続については管理者からお答えいたします。はい、企業管理者。7番議員のご質問にお答えいたします。多額の赤字を抱える八丈病院は存続できるかというご質問でございますが、現在の八丈病院の運営につきましては、一般会計からの繰り入れ金を受けての経営状況等にございますが、先ほど事務長が申し上げました経営改革プラン等により、今現在、地域ケア病床等の経営改革を図りまして、病院運営を進めていくことの必要性が高いというふうに認識しているところでございます。また国の医療費抑制等により経営上の影響が生じることが考えられておりますが、うちの病院、離島の病院としましては、少子高齢化が進む状況の中におきまして、医師6名が常駐して安定した医療診療が行われているというふうに理解してございます。特に産婦人科、小児科が常設されていることは住民の生活に大きく寄与していると考えてございます。これからも当町の医療環境を充実推進することが広く住民の生活環境のため重要であり、病院運営を継続して病院存続に努めてまいります。以上で回答といたします。七番議員。痩せ対策ですが、分布している地域がね、西見陣だという場所の特定は認識しておられるようだけれども、英語っていうことについてはね、ついぞ言ってないんだよね。英語には分布してないという認識ですか。そういうことではないんですね。で、市長が行っているということなんだけれども、英語、ジンダ英語の方もね、
まあ、住民の方たちがね、こうやってるんですよ。毎朝ね、擁壁のところでゴミを拾って、発生したヤスデを拾って、そして殺虫剤をまいてですね、まあ、それ本当に涙ぐましいほど住民がやってるのは見るんだけれども、こう市長がやっているというような光景は見たことないんですね。で、まあ、これは7、8年前ですか、大発生した時、あの時もそうだったんだけれども、まあ、あの時も言ったんだけれども、要するに都道なんだからね、管理は東京都の責任で、やりなさいということを言ったわけですよ。あの時は町の方も、まあ、シルバーを頼んだりしてですね、そして結局町の経費でやった経過もあったと思うんですよね。だ今回はそれでは都道については一切市長の方で、やる、そういう特別体制を組んでね、こうやるということだから、やるということですか。それで予算もですね、市長の予算でやるというふうに認識していいんでしょうか。でもそれにしてはですね、やるとは言っているんだけれども、じゃあどこをやってるのか、まあ、横間とかね、他の地域の方を、やってるんでしょうかね。まあ、私はこの永郷通りを、毎日行き来しているわけなんだけれども、そこではこう見てないんですよね。それでもう累々としたね、死んだ死骸がね、こう山になって、擁壁と道路のところにうずたかく積まれている状況、それそのままになっている状況があるんですよ、ずっと英語方面はね。まあ、ですからそれはやっぱり見た目もね、あんまり良くないし、それから匂いが発生しますよ、ですからやっぱり市長がですね、中心になってやるということであれば、それはこうきちっとやってほしいというふうに思っているんですけれども、まだ未知しな部分があるのでね、そこの部分も英語の方はやらないんでいいっていうようなね、そんなあれですが、ことではなくてですね、やっぱりやるように再度ですね、市長の方に申し入れをするべきじゃないかというふうに思っています。それからですね、駆除剤のコイレットが配られているわけですが、5袋配布されていて、いるわけですけれどもね、あれはその使用説明書通りに配布してもね、あれですよ、大体、1平米に2、30グラムって言いますね、だから3キロ色だから100平米、ちょうど30坪の家に巻きますとね、縁の下にもこう巻くんですよ。なぜかというと、縁の下にも入り込んでね、縁の下から塚を登って土台から畳の部屋へこう入り込んでくるんですね。ですからね、30坪40坪の家だとね、1袋1回で使っちゃうんですよ。それでこう周りへこう巻くということにすれば、周りだけだとだいたい3回ぐらいは巻けるんですけれども、雨が1回つくとですね、もうそれで効力はなくなるし、雨のつかない縁の下でもね、だいたい1週間ぐらいは効いているんだけれども、もうそれ以上になるとまたこう効果が薄れてね、這い上がってくるということなんです。何が言いたいかということはですね、要するに5袋ではね、とてもじゃないが、その多発地帯ではね、足らないということなんですよ。それで今度5袋をもらってですね、巻いた後は今度値段が2分の1とか3分の1で購入できるということも聞いたんだけど、そういう事実がありますか。まあそういうことであるならね、なんか3分の1っていうふうに聞いたんだっけ、3分の1軽減されると、2分の1、半額になるということ。ああ、そうですか。まあ、半額ね、まあ、半額よりもね、そういうようなことですから、
要するに一袋でね、大体大きなうちだとね、大体もう1回から2回ぐらいの程度なんだよね。したがってそれがね、ずっとまだまだ来年の4月、5月までは続くわけですから、1袋って言ったらね、1ヶ月も持たない数字なんですよ、多発しているところはね。まあ、そういうことですから、まあ、あれですよ、それを10袋とか15袋にした方がいいのか、あるいはそうじゃなくて2分の1をですね、それを今度3分の1の負担で買えるようにね、まあ、補助率をかさ上げするとかね、まあ、そういうことをね、みんな言ってるんですよ。もう大変な苦労をしながらね、この不快害虫に対するね、対応を取っているわけなんだけれども、とてもじゃないけども5袋だけのね、コイレットの支給では間に合わない現状があります。したがってこれをですね、3分の1ぐらいのね、負担でできるようなですね、方法を考えていただきたいということです。それから2番目のチケット制なんですが、まあ、チケットタクシーチケット制はね、よその自治体でやっている実例を調べてですね、今おっしゃってもらったんだけれども、まあ、それはそれなりにね、きちっとした調査なりですね、段取りをしてですね、手順と対応を取って、なるべく早くですね、我が町にも導入できるようにしてほしいなというふうに思っています。で、あとはですね、乗り合いタクシーのことについてね、これのことも言っているんだけれども、前回質問したときもそうだったんだけれども、乗り合いタクシーについてはね、さっぱり所見を述べてないですね。健康な人が使うのがこの乗り合いタクシーではないのかなというふうに思うんだけれども、もうこれも数人がね、こう相はかってですね、じゃあ買い物に行こうとか病院に行こうとか、そういうような形の運用の仕方をしているのは乗り合いタクシーなんですよね。まあ、チケットは先ほど言ったようなそういういろいろな弱者の人の、ね、福祉的な施策だというふうに思うんだけれども、乗り合いタクシーはまたね、健康な人、そういうこう、まあ、お年寄りということになりますかね、そういう人たちが何人かで、グループでですね、使う場合の乗り合いタクシーのこう制度っていうのもあるみたいですからね、今度は会長、乗り合いタクシーの方もね、ぜひそういう施策の実例を調べてですね、検討していただきたいというふうに思っています。それから最後の医療改革の問題なんですけれども、まあ、この問題もですね、まあ、八丈は離島である、あるいは東京都がついている、まあ、そういうようなことでですね、国の施策がこう大きく変わろうとしているときに、その類が島に及ばないのかどうなのかというような観点からね、ちょっと心配になったものでね、このようにしてお尋ねしているわけなんですが、まあ、前回は介護についてもね、それがこう島にどう及ぶのかということでの質問で、この当年度からスタートするものもあれば、それが2年後、3年後からね、こう島には影響が及ぶというようなことなんですね。だけど医療改革の方はね、じゃあ実際にどうなのかということなんですよね。これもまあ今まで部分的にはですね、いろいろこう出されてはきていたんだけれども、全体的に私がここで指摘したようなね、ことがどのように八丈に及んでいくかというような点でこう心配をするもんでね、こうまあ一つ、まあ、お勉強というような意味合いもあってね、ご質問もしたんだけれども、またこれは3月の議会でですね、また具体的な
どういうふうになっていくんだという、また最新の情報などを持ち寄ってですね、議論してみたいなというふうに思っていますからね、まあ、これはこれでいいんですが、その安出とあれですね、タクシー乗り合いタクシーの件ですね、それについて、答弁よろしくお願いします。住民課長。はい、それでは私の方から、7番議員の再質問、安出の、項目についてお答えいたします。まずですね、A 号道路の方、市街がそのままであるということで、早速ですね、市長の方に、申し入れして、まいります。2番目としまして、コイレット3キログラム、これ1袋が足りないよということでございます。まあ、一応100平米ということで、その認識は、パンフレットに書いてある通りなんですが、まあ、100平米、普通、まあ、民家のところでですね、100メートルを例えば周囲とします、100平米ですんで、かける1メートルを散布できると、でまあ、1メートル幅で散布される方はないというふうに認識しておりますが、例えば20センチずつ、家の周りを100メートルある家でですね、巻いたとしたら、まあ、5回分は普通は持つはずと。1メートル幅で巻けるか、まあ1メートル幅で巻かれる、100メートルということもないかもしれませんがということで、一応そういうような認識ですみませんが、例は100メートルもしあったとしてということです。ということで、紅葉の方もですね、一応14日間、雨で流出しない限りは、一応効果が残るというふうに言われてございます。で、まあ、私ども、そういったことでですね、まあ、今一度、ちょうど1月広報に、掲載する、起案の、最初になっておりますが、1月につきましてですね、広報につきまして、また、新たにですね、コイレットの巻く方法ということで、ご案内申し上げるとともにですね、今まで緑色のコイレットだったのが茶色になりますので、色調も変わるということで、ちょっとこれも住民の方にご案内しようということで、それに合わせてですね、広報の方に掲載する予定になってございます。3番目に軽減措置ということでございます。確かに今、1から5袋までは無料、6から12袋までが半額補助というふうに要項上はなってございます。今現在、この要項をすぐにですね、もう始まってございますので、で実際、助成をされている方、半額助成の方も2件ほど発生しております。今、今年度というわけにはいかないんですが、発生状況を見ましてですね、来年度以降につきましては負担の割合等をですね、検討してまいりたいと思います。以上です。福祉健康課長。はい、課長。2回目の再質問にお答えいたします。誠に申し訳ありません。私乗り合いタクシーのことあんまり勉強不足でしてちょっと違った意味で私勝手に認識しておりました。それで今からちょっとすみませんけど勉強させていただきます。乗り合いタクシーって本当は私は遠くからの例えば末吉地区とか永郷地区の方が、タクシー料金が高いんで4人ぐらいまとまってですねこっちへ来るパターンのものなのかなと勝手に解釈しておりまして本当に申し訳ありません。ちょっと勉強させていただきます。タクシー業界の方とはですね福祉有償運送運営協議会、この中でもタクシー業界の方とですね、話す機会もございますので、ここを勉強させていただきまして、八条にどういう使われ方、どういうメリットがあるのかを調べながら検討させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。